リックスは2回、昨日一軍復帰の7番ブランコ。バットを折りながら放った打球はなんとそのままスタンドイン。昨日の試合から2打席連続となる3号ソロ。ブランコがパワーを見せつけ、オリックスが先制する。このブランコのこれバット折れてるんですよ。バット折れてるのに行っちゃうんですよ。バット折れたらそんなと。あ、初めてあんなの見た。松中さんも折りながらスタンドイン。どん詰まりレフトフライと思いきや、普通にスタンドの奥の方まで飛ばすとかすごすぎ打ち。ギリギリでもないんやな。これは笑うしか。復帰に試合でホームラン2本。2軍でも打率2割ないのに意味わからん。なんやこいつ。